休憩殿に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番5、4番楠本君。はい、一応4番。4番楠本君。議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。1番目は、不育症対策について伺います。女性が妊娠をしても流産や死産を繰り返す病気を不育症と言います。厚生労働省は2回連続した流産死産があれば不育症と診断すると定義しています。また患者数は16人に1人の割合でおられること、全国では140万人に上ると推計されており、橋本市においてもこうした不育症に悩む方は少なくないと考えます。原因については、染色体異常、子宮形態の異常、血液が固まりやすく胎児に栄養が行き届かないことなどが挙げられますが、多くは不明とされています。しかし一方で、適切な検査や治療を行えば8割程度の患者が出産可能となることも分かっているようです。ヘパリン注射も有効な治療法とされていますが、保険適用外で月6万円程度負担となり、治療に踏み切れない状況がありましたが、昨年から保険適用となり、不育症に悩む女性にとって朗報となっています。いずれにしましても、不育治療の多くは保険適用外のため、数十万から100万円くらいかかることに不安を抱えているということです。流産や死産は女性にとって心身の大きな負担であること、精神的にダメージが大きいこと、本人が不育症を知らず、気づかず受診につながらないこと、家族の理解が得られないことなど、いろいろ課題があります。そこで不育症について広く認知していただき、女性事業にも取り組んでいただきたく、本市の取り組みをお伺いいたします。2つ目に、介護者に介護中介護マークの導入について伺います。皆さんはこの介護マークをご存知でしょうか。このマークは介護中にこういうふうに首にかけられて使用するもので、介護をしていることが一目で分かり、周囲に理解をしてもらうために、静岡県で作られたものです。この静岡県の介護マークの取り組みは、地域で高齢者を支えていく先進的な好事例の一つとして評価し、各都道府県に対し、市町村へ情報提供、周知、協力を求めています。介護する人が外出先でトイレに一緒に入ったりするときや、夫が妻の下着を購入するときなど、周囲から誤解を招いたり、怪訝に思われたりすることが、介護者の負担になるというお声をお聞きします。介護マークを首からかけることで、少しでも安心して、介護の仕事をしている人、家族で介護をしている人等への大きな支援になると考えます。他の自治体でも広がっていますが、橋本市でも積極的に取り入れてはいかがですか。3番目に、民間住宅の耐震改修事業の推進ということでお伺いいたします。平成7年の阪神・淡路大震災で亡くなられた方の 84% が建物等による圧死や窒息死でした。特に昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅に大きな被害が出ました。地震が起きないと思われていた能登で平成19年3月に、地震が発生しましたが、能登では耐震補強を施していたおかげで、助かった事例が報告され、改めて日本全国どこでも耐震対策が必要であることが思い知らされました。橋本市では民間の住宅耐震診断を受けられたご自宅で、耐震補強工事をされるにあたりまして、設計費、または改修工事費の一部として補助金が出されております。耐震改修は、減災にとって重要な鍵であります。無料の耐震診断を受けていただき、
必要な耐震改修を積極的に進めていただけるよう、市内対象となる住宅数、耐震補強改修事業の目標数、事業の進捗状況、目標に向けた具体的な取り組みをお聞かせください。以上、私の1回目の質問を終わります。4番、楠本君の質問項目1、保育所対策に関する質問に対する答弁を求めます。はい、健康福祉部長。健康福祉部長。保育所対策についてお答えします。議員ご承知のとおり、保育所は妊娠は可能ですが、流産や死産を繰り返し、生児を得ることができない病態や症候群のことを言い、保育所の女性の精神的、肉体的な苦痛は計り知れないものがあります。保育所の助成制度については、都道府県によって対応が様々ですが、和歌山県では、子どもを産み育てたいと切望する、また、不妊に悩んでいるご夫婦の経済的負担を少しでも軽くすることを目的として、平成19年4月から一般不妊治療費助成制度を実施しています。不育症については、平成23年4月からこの制度の中に新しく不育治療及び検査も対象として組み込まれたことから、市が実施主体となり、不育症と診断された場合は、1年度につき3万円を連続する2年間を限度として助成することになっています。平成23年4月から実施している本制度でありますが、現時点で不育所の助成制度を受けているご家庭はございません。この制度について広く広報やホームページなどで周知するだけでなく、心理的な配慮も必要なことから、今後も実施医療機関との協力体制を取りながら取り組んでいきたいと考えています。4番、楠本君、再質問ありますか。はい、以上4番。はい、4番、楠本君。はい、私自身も身近なところで友人がこの流産や死産を繰り返しておられました。しかし不育症であるという病名があるということを私自身も知らなかった。これを知ったのは最近のことです。で、やはり不妊症については広く知られておりますけれども、不育症というのはまだまだ本当に知らない方がいらっしゃると思います。で、少し他の自治体を紹介させていただきますと、この不育症の助成制度ですね、始められたところが、最初に始められたのが全国初で、岡山県の真庭市というところが、2010年ですので、今から3年前に、4月1日からこの保育治療として始められました。ここが全国初ということで、NHK などでも全国放送をされまして、そこから他の自治体へ広がっていったという経過がございます。で、ここでは、年間上限で、30万円の助成制度がされております。そこからいろんなところに、徐々に広がっておりまして、昨年の2012年の4月からスタートをしているところがあるんですけれども、大阪府の高槻市では、この助成制度の金が始まっております。こちらも金額は30万円までということで、この制度を利用して、現在では5組のご夫婦がこの助成事業を受けて、赤ちゃんが誕生したということで、あります。また今年は愛知県で初めて県内初として、東郷町という称号が今年3月から助成制度を始める
そうであります。ここは1年度あたり15万円ということでだそうです。で、このように少しずつ各自治体で広がっておるところでございますけれども、和歌山県では先ほど部長がご答弁していただきましたように、平成23年の4月から不妊症の中に不育症も含めて治療費、また助成金制度が始まっているということで、お答えをお聞きさせていただきました。で、不育症をすでに入れていただいているということで、それはありがたいなって思うんですけど、助成金の金額につきましてね、年3万円ということでございますので、30万と、3万ということで、すごい金額が差があるなということでね、やはり何百万というかかる、不妊治療を進めようと思えば、その金額的なことを言うのは誠に申し訳ないんですけど、やっぱり30万ぐらいの助成金があれば、やっぱり進めようかなって思う決意になっていくと思うんですけど、3万円ではもう申し訳ないけど、なかなかね、進めようという気にはならなくなると思うんですけど、で、この助成金を増やしていただきたいということを言わせていただきたいんですけど、そして市長さんはもうまたお金のことかっていうふうに言われるんで、私も申し訳ないんで、その財源はどこにあるんやって、私最初に議員にならせていただいたときに、妊婦健診を14回までさせてくださいって言ったら、本当にその財源はどこにあるんやっていうふうな感じで言われたのをもう強く残っておるんですけど、財源もなしにね、やってくださいやってくださいばっかり言うのは本当に申し訳ないと思うんですけど、でかといってどこに財源があるのかって言えば、私自身も見つからなくてね。で、今回国の制度で妊婦健診がね、国で全国国負担になるということになったんで、この新年度から、そうしたら市の負担はなくて国でやっていただけたら、負担、この市としてはちょっとお金が余るのかなと思ったんですけど、どうもそうでもないらしいんで、やはり市の負担がね、かかってくるということなんで、なかなかこの財源を見つけてお訴えさせていただくことができないんですけれども、やはりなんとか結婚して子どもを産みたいって思っておられるご夫婦に対して、やはり30万円なりかなりの金額を助成している自治体がありますので、どうか橋本氏も、子育てするなら橋本氏と言ってもらえるような助成制度に今後検討していただきたいということを切にお願いしたいんですけれども、ご答弁いただけますでしょうか。市長、私の方へ回ってきたわけですが、不育症というんですか、本当にこの少子化という中でですね、これは非常に大事なことであろうと思うわけでございます。まあ、それの財源確保について一度検討させていただいた上で、またできれば可能な限りやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。4番、楠本君。はい、市長よりご答弁いただきましたので、本当にありがとうございます。待っておりますので、どうぞ期待に沿っていただけますように、市民の皆さんも女性の方も待っておると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で1番の質問は終わります。次に質問項目に、介護マークの導入に関する質問に対する答弁を求めます。健康福祉部長。介護マークの導入についてお答えをいたします。認知症の人の介護は、外見では介護していることが分かりにくいため、誤解や偏見を持たれて困っているとの介護家族からの要望に応え、静岡県が全国に先駆けて介護マークを作成し、
平成23年4月よりその普及に取り組まれています。都道府県での取り組みとしては現在6県231市町村で、また市町村独自ではすでに72市区町村で取り組まれ、そのうち和歌山県内では和歌山市と太地町が含まれています。なお44市区町村が現在導入を検討しているとのことです。この介護マークは例えば認知症の人の介護をする場合にトイレに付き添って入らなければならないときや、男性介護者が女性用の下着を購入するとき、また婦人科等の診察室に付き添うときなど、周囲から介護中であることを理解してもらうためのものです。しかしながら、介護される人や介護する家族の中には、介護マークを身につけることに不快感を示される人もあります。従いまして、市といたしましては、介護マークの利用を希望される人に対して、市のホームページからダウンロードできるようにするとともに、保健福祉センター内の受付や介護保険課でも配布できるよう準備を進めてまいりたいと思います。また、介護マークについても広く市民に周知する必要があり、市のホームページや広報に掲載するなど、普及啓発に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。4番楠本君、再質問ありますか。以上4番。4番楠本君、部長から、早速に、ホームページに紹介していただいたり、また広報にも紹介するということで、ご答弁をいただきましたので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。2番は終わらせていただきます。はい、次に質問項目3、民間住宅の耐震補強と改修事業に関する質問に対する答弁を求めます。建設部長。民間住宅の耐震補強及び改修事業の推進についてお答えします。平成20年に策定された橋本市耐震改修促進計画では、本市における平成17年度時点の耐震性が不十分と推計される住宅は約7800戸で、未耐震化率 34% となっています。またこの計画では、平成27年度までに約1960戸の耐震化を促進し、建て替え等によるものも含めて、未耐震化戸数を3900戸、未耐震化率を 17% まで引き下げたいとしております。木造住宅の耐震診断の現在までの実績は417戸で、耐震改修助成は27戸となっています。進捗率は1960戸の目標に対して、耐震診断は約 21% で、実際、耐震改修を行ったのは目標に対して 2% に満たない数字となっています。耐震改修の個人への補助金は、国費が事業費の 11.5% で最大40万円、県費が最大30万円で、残りが個人負担となりますが、本市においても和歌山県と同額の補助金を合わせて補助しています。また耐震改修補強設計事業においても、平成22年度から事業費の3分の1で国費が最大6万6000円、県費が最大3万3000円補助されることになったのを受け、市民の取り組みを推進するため私費も同額を補助しているところです。耐震改修等の目標を大きく下回っていますことから、今後も市民に対する PR 活動を引き続き行ってまいります。4番楠本君、再質問ありますか。以上、
はい、4番、楠本君。はい、ありがとうございます。市内の対象になる住宅数が約7800戸ということで、最終的にはその耐震 旧耐震、この対象となる住宅数は、1960戸でよかったですかね。建設部長。はい、17年度時点でのこれあくまで推計なんですけども、7800戸が未耐震であろうと、木造ですけども木造の未耐震であろうと、これをですね1960戸促進して最終的にはまあ半減ですね、3900戸まで落としていきたいなと。ただしこれはまあ個人の事情による耐震化も含めての数字ですけども、繰り返しですけども7800戸を3900戸までに落としていきたいという計画でございます。4番、楠本君。はい、じゃあ4番、はい。そしたらまあ、この事業は耐震改修をしていただくことによって、まあ、すごく補助金制度も出ておりますので、本当はもっと進んで、耐震改修工事を進めていただきたいところなんですけれども、なかなかこの今のご報告していただいた数からいきますと、この10年間かけた目標に向けて、そしたら1年目でいくら目標、2年目いくら目標というふうにしていきますと、その目標数にはほど遠い目標数の個数しか耐震工事していただけてないっていうのが実情じゃないかと思うんですけれども、その辺でどういうふうにして PR をし、また積極的に進めていっていただけたらいいのかっていうところが一番大事なことではないかと思うんですけど、で行政の方にとってはやっぱりしっかりと周知してるよっていうふうに思われてるかと思うんですけど、なかなかまだまだ市民の方は現状的には知っておられない方が本当にまだまだ多いというのが私自身としては実感としているんです。で特にこの昭和56年以前の家ですので、まあ、かなり老朽化した家が対象になります。でよく、先輩の富岡議員さんがリフォーム助成制度のことを言われておられます。でこの耐震リフォームをされるお家をね、このされる方が、耐震工事を兼ねてされるとすごいねお得感があると思うんです。でこの耐震工事は外から工事する工事もあれば、室内の中から、全てめくってですね、部屋をめくって筋交いを入れたりしなければならなくなるんで、もうすでにリフォームされた家をいっぺんめくってなんていうことをまあ言うたらやることがないんで、これからリフォームしたいと思っておられる家をね、この耐震補強を兼ねてしていただくとすごくやってよかったっていう感があると思うんですけれども、そういった、まあ、対象物件とコラボさせていくというふうなところへんのお取り組みについては、どのようにされているのか、何かされているのかお伺いしたいと思います。建設部長。はい、議員ご指摘のとおり何かの機会に耐震化も合わせてするっていうのがいろんな意味で、まあ、効率的であろうと考えます。それで、まあ、具体的にそのリフォームする際にそちらさんへ重点的に啓発等できたら非常に効果的だと思うんですけども、まあ、実際なかなかリフォームするお宅にダイレクトメールっていうのは、まあ、行政側としてはなかなか結果的にできておりません。そういったことなんで、ともかくこういった制度がありますよ、それから、まあ、こういった年数までに経ったお宅については
耐震化が十分でないような可能性もありますよ。そういったことを、まあ、何はともかく住民の方に周知させていただくことによって、まあ、それじゃあリフォームの際にも一遍考えてみようかというふうになるんかなと思うんで、まずはいろんな形で周知することが何よりかと考えます。そこでもう昨今、まあ、地震の問題等も相当マスコミの方も含めて日々ニュースになっておる中ですので、まあ、これ以上その耐震に関する認識を深めていただく、地震に関する備えを認識していただくっていうような啓発っていうのは非常にまあ限界を感じております。で、一方でそうとはいえ何らかの方法で少しでもということで、まあ、いわゆるダイレクトメール的なところですね、まあ、特に今のところ大きな開発団地で古いところから順番に、こういった制度がありますよ、一度診断だけでもしたらどうですかっていうようなことも過去2年ほどやっております。それから耐震診断していただいた方にはまあ、耐震補強指定はどうですかというようなお知らせもしております。そういった中でまだまだ工夫の余地はあるかと思いますが、正直、まあ、どうしても個人負担が伴うものですから、まあ、限界を感じているというのも現実です。ただ、まあ、そうとはいえ諦めるわけにもいかませんので、まあ、いろんな形で、今後効果のある PR 活動というのを知恵を絞ってやっていきたいというふうに考えます。4番楠本君、はい、部長のご答弁はなんかすごいすごいもう限界やみたいな感じの消極的な答弁ではなかったかなというふうに思うんですけど、この例えば今27件の方がすでに耐震工事をされてやっぱり良かったと思われている方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。ってね、そういう良かったという方のお家をね、広報とかお家を具体的に、こういうふうにしてこういうふうになってよかったっていうふうなことをこう広報とかに載せていただいたら、さらに本当にうちもやってみようかなって思う家はまだまだたくさん対象物件はあると思います。で、まだまだ私は本当に周知されていないし、良さ耐震工事をやってそれは自己負担もかかりますけれども補助金が結構ついてますのでね、補助金もなしでやらなければならない工事ですけれども、このような形で進めていただきたいということで補助金がついておりますので、もっとしっかりと広報をしていただきたいことを強くお願いをさせていただきたいと思います。で、特に和歌山県の、新たな、この25年の施策の中ではこのまた木造耐震化促進事業を言われておるんですけれども、その中で、まあ、お金もつけてこの各種相談や補強プランの提案ということを言われておるんですけれども、こういったところへんに新たな今年の具体策というのは何か考えておられますか。建設部長、まず PR については今いいヒント等もいただきましたので、今後そういったことも参考にしながら、まあ、再度検討していきたいと思います。それから来年度の県の予算もそうなんですけども、今回の国の景気対策の方でもまだ概要は見えてないんですけども、若干国の方でプラスアルファの補助金ともいただけるような連絡も入ってきておりますので、まあ、そういった点も踏まえて新年度の、まあ、啓発どういった形の補助金になるか詳細を早急につかんでですね、少しでも耐震の促進につながるような取り組みはしていきたいと思います。4番楠本君、はい、それではその掲げられた目標もありますので、その目標に向けてやはり目標は今年はいく、今年の目標は目標として達成しようという具体的な対策を講じていただいて、進めていただきたいことをお願いさせていただいて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。4番楠本君の一般質問は終わりました。順番5番森下君。議長5番、はい、森下君。
ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問を行わせていただきます。今回の一般質問1項目目と しまして、新婚世帯住宅取得補助金の現状と今後の取り組みについてお聞きします。橋本市への若年層の定住を促進し、人口維持、地域の活性化を図るため、平成24年4月から開始された新婚世帯住宅取得補助金事業についてお尋ねします。1、事業が開始して1年が経過しようとしています。これまでの申請状況をお聞かせください。2、事業を広く知ってもらうための情報発信はどのようにされていますか。3、これまでの申請結果を踏まえ、今後取り組むべき対策はありますか。次に、2項目目になります。福祉有償運送実施団体が継続して運営できる支援策についてお尋ねします。福祉有償運送とは、一人ではバスやタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者などを対象に、有償で移送サービスを行う事業です。福祉有償運送を実施できるのは、NPO 法人や社会福祉法人、商工会議所など、営利を目的としない法人に限られています。しかしながら、福祉有償運送実施団体のほとんどが苦しい財政状況であり、このままでは撤退する業者が出てくることが危惧されます。福祉有償運送の継続的かつ安定的な確保のためにも、行政からの支援が必要ではないかと考え、以下の点についてお尋ねします。1、本市では福祉有償運送についてどのような事業であると考えていますか。2、現在福祉有償運送実施団体数はどれだけありますか。3、現在福祉有償運送を利用されている方は何人いますか。4、福祉有償運送実施団体に対する支援はありますか。なければ今後考えられる支援策はありますか。以上のことをお聞きしまして、私の第1回目の質問といたします。5番森下君の質問項目1、新婚世帯住宅取得補助金に関する質問に対する答弁を求めます。企画部長。定住促進住宅取得補助金の現状と今後の取り組みについてお答えいたします。本補助金制度については、平成24年度から3年間に限定した施策として、人口減少及び少子化対策を目的に新婚世帯をターゲットとした定住促進施策を実施しております。議員お尋ねの補助金の申請状況ですが、平成25年2月20日時点の交付決定件数は34件で、補助金額は合計で1490万円となっています。そのうち市外から転入された件数は約5割の18件という状況になっています。また、住宅区分の内訳としまして、築1年未満が24件、築1年以上から10年未満が4件、築10年以上が6件となっています。2点目の本事業の情報発信についてですが、市の広報やホームページ、また民間の住宅販売業者を介して情報提供を行っています。実際に補助金を受けられた方へのアンケート調査では、補助金制度を知った媒体については、広報が約4割、住宅販売業者が約5割という回答になっていたことから、今後も広報、ホームページ、
Facebook ページなど、多様な媒体を通して PR、情報発信に努めてまいりたいと思います。次に3点目の申請結果等を踏まえ、今後取り組むべき対策についてですが、現時点での補助金交付決定者へのアンケートを見ますと、本市での住宅取得決定に補助金がどの程度影響があったかという質問項目では、大きな影響があったに対する回答率が約6割となった一方、補助金がなくてもこの時期に取得したという方は約8割程度でありました。したがいまして、本市で住宅取得を取得するきっかけの拡大は図れたものの、補助金によって橋本市への定住促進が図れたものは2割程度と見ることができます。今後も引き続き補助金交付状況とアンケート結果などをもとに費用対効果の分析を行う一方で、周辺自治体の施策動向も踏まえつつ、先にも述べましたとおり、市内外に対し積極的な PR 情報発信に努めてまいりたいと考えています。5番森下君、再質問ありますか。はい、議長5番。5番森下君。はい、ご答弁ありがとうございます。それでは、再質問させていただきたいというふうに思います。先ほどもありましたように、この1年間で、申請があった方件数が34件ということであります。まあ、その34件のアンケートの結果が先ほどございましたですけれども、その中でこの補助金制度を知ったのがですね、半分が広報、半分がハウスメーカーのチラシということになっておったと思います。特にハウスメーカーのチラシといいますと、土曜日か、金曜日か土曜日かに入れられると思うんですが、私も今週のハウスメーカーのチラシをですね、ずっと見ておりまして、いろいろハウスメーカー入れてはいただいておりますけれども、この中で橋本市の、住宅、このですね、補助金を載せていただいているメーカーというのは、多分一社じゃないかなというふうに思います。私が確認できた分ですけど、他にもあるのかも分かりませんが、ですので、このあたりですね、ハウスメーカーさん、他橋本市以外でも取り扱っている物件がありますので、橋本市だけのことを載せるのはちょっとダメなのかなとも思いますけれども、しかしながら、橋本市の大きな、住宅開発地ございますよね。綾野台とかさつき台とかございますけど、そういうところの住宅メーカーさんにはどんどんアピールしていただければですね、これは市のお金を使わずにどんどんアピールしていただけるわけですから、これほどありがたいことはないというふうにも思いますので、この点、いかがでしょう。もう少しこのハウスメーカーさんに対して、積極的に訴えるべきだと思いますけれども、この辺いかがでしょうか。企画部長。はい、お答えさせていただきます。確かに PR、これは重要なことだと考えてございます。この34件につきましても、これが多いのか少ないか、これは今後検証してまいりたいと思いますが、ハウスメーカーさんの、住宅会社、そして不動産、建設業者、すべて含めまして、もう少し積極的な、聞かれて答えるんじゃなくして、私どもの方から積極的な今後 PR をやってまいりたいと、このようには担当部署の担当者とは、このように話をしてございます。5番、森田君。はい、ありがとうございます。ですね、こう聞かれて、この多分ハウスメーカーさんも、これ載せていいですかというふうに聞いていただいて、いいですよって市の方が答えてですね、載せていただいたんだとは思いますので、ではなしに、これはもう橋本市としてどんどん、こう3年間ですよということですよね、27年の3月までということでしょうか。はい、ということですから、もう3年間の今、この措置でもありますので、事業でもありますので、そこをしっかりハウスメーカーさんも、消費税の問題もありますので、今、本当に住宅を取得するには、お手頃ですよと言いますか。その辺今購入するにはお得ですよということもありまして、この辺もしっかりですね、市の
まあ、若年層の方をどんどん取り入れていただくきっかけにはなると思いますので、そのあたりもよろしくお願いしたいと思いますし、特に先ほども言いました大型、住宅地、特に南海電鉄さんなどは大きな案内の方でやっておりますので、そのあたり南海電鉄さんとこう連携をといいますか提携をして、例えばまあ駅構内にポスターを貼らせていただくとかですね、あとはまあその駅前でチラシを巻くとかですね、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。企画部長。はい、企画部長。はい、ただいまの南海さんとの連携でございますが、今年度私どもの方では当初予算で、まあ、カタログの作成ということで橋本市の、まあ、PR うそういうことで、予算計上をさせていただいております。まあ、お認めいただければこの作業に取っかかってまいりたいとこのように思っております。ただいま議員申されましたようにこれについては駅構内への置かせていただいたり、またイベントで配布をしたり、あと住宅メーカーさんにもお配りをさせていただいたり、その辺のところを今考えてございます。5番森下君。今のカタログ政策はこの、住宅取得補助金のことのみですか、それとも他のことも合わせてのいわゆるその橋本氏へ定住してもらえるためのいろんな事業を合わせてのチラシパンフレットになるでしょうか。企画部長。はい、にぎわいのある町づくりということで、全般的に考えてございます。5番森下君。はい、ありがとうございます。ということは、まあ、いろんな事業橋本氏で進むにはこういう子育てしやすいですよという事業が載っているということだと思います。これ同僚議員にいただいたんですが、実は河内長野市ではこういうふうなチラシを作っておりまして、実際これ駅前で配ってたということであります。まあ、これだけの立派なものですので結構費用がかかっていますが、この中にも河内長野市も実際にいろんなこういうふうな、子育てに対してのいろんな事業も載っております。まあ、こういうふうな感じ雰囲気になるのかなと思いますけども、まあ、その他、こういうふうなちょっとボロボロですがティッシュをこんな感じですね、広告を載せてこれを配ってたりということもされております。ですので、いろいろなそういうふうなアイデアもありますし、今部長の方にもお渡しをちょっとさせていただきましたですけども、河内長野、同じ河内長野で申し訳ないですけども、国道ですね、371号線沿いの七つ辻という交差点がありますけども、実際にこれそうなりますが、こういうふうな大きなこの交差点に看板を掲げています。これ車がありまして、車と同じぐらいか車以上の大きさの看板が掲げておりましてですね、これ誰がこの前を通ってもよく分かるような看板になっております。ですので これぐらいの規模をですね、ちょうど橋本東インター京奈和のですね東インターを降りたところにこういうのがもしあればですね、これはよく目立つと思いますし、あそこ特にあやのやのショッピングセンターは他府県から市外からの方もたくさん買い物に来られますから、こういうのがですね、もし設置するのが可能であればですね、そういうこともアピールになると思います。この辺ですね、まあ、市民の方もやはりこのいろいろ企画の方で頑張ってアピールしていただいてますが、まだまだやはり周知されていないというふうにも思いますし、まあ、職員の方もですね、まだまだこのことについてあまりこうご存知じゃないのかなということもございます。ですので、またこう、市民、職員の方からですね、どんどんアピールをしていただいてですね、ぜひともこの制度ですね、まだ1年目ですので、まあ、どういうふうな結果が、費用対効果が出るかというのはこれからだとは思いますけれども、しかしながら、先ほどのアンケート結果、統計の結果を見ましたら、半分が市外からやはり来られているということでもありますので、まあ、一つのきっかけにはなっているんじゃないのかなと思いますし。まあ、これだけがすべて結果というわけではないと思います。やはりいろいろ橋本市で子育てするには、いろんな政策がある、まあ、小学生のですね、医療費の無料とかですね、そういうのもいろいろと合わせて、これと合わせて橋本市は子育てしやすいんだということだとアピールができればですね、どんどんとまた転入者の方も増えるというふうにも思います。
特にすみません、また違う点から言いますと、これ、新婚世帯の方を対象にした補助金ということでもありますので、橋本市にですね、婚姻届などを出しに来られる方が、新婚さんがいると思うんですが、そういう方に特にこの補助金使って橋本市に定住してくださいよという窓口で例えばアピールとかされたりということはされておる、おりますでしょうか。急で申し訳ないですけど。企画部長。はい、企画部長。はい、誠に申し訳ございません。そこまではやって今のところございません。はい。それとちょっとよろしいですか。私どもの方で今担当課の方といろいろ話をする中で、担当の職員もかなり積極的で、市内の定住促進を図る、それはもちろんなんですけども、要するに市外の方を、転入をしていただくということが大事なのではないかということで、これは担当者の意気込みなんですけども、大阪、広範囲にかけてですね、やはり足でですね、川地長野さんじゃないんですけども、ポケットティッシュを配るというような、内容はまだ決まってないんですけども、そういうことでやっぱり PR をしたいなというようなことも今、話をしておりますので、それも含めて検討してまいりたいと、このように考えています。5番、森下君。はい、ありがとうございます。その意気込みを本当にまた期待しておりますので、ぜひとも、来年度の今頃にはですね、またしっかりとしたまた評価をしていただければというふうに思います。1項目目の質問は以上で終わります。次に質問項目に福祉優勝運送実施団体への支援策に関する質問に対する答弁を求めます。健康福祉部長。福祉優勝運送についてのご質問にお答えします。1点目の福祉優勝運送に対しどのような事業と考えているかとのご質問でございますが、身体障害者の方や要介護者の方々など一人ではバス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難で、乗降時やまたは移動中に何らかの介護や見守りが常時必要となる方々に対しドアツードアの個別輸送サービスを提供するのが福祉優勝運送です。従来公共の福祉を確保する観点から旧道路運送法第80条の規定に基づき一定の要件を満たした場合については NPO 法人等に対して自家用自動車による優勝運送の例外許可を行い福祉輸送サービスの確保を図ってまいりました。近年、過疎化の進行や高齢化の進展により、地域や都市の行動も大きく変化しつつある中で、移動制約者の方々の福祉輸送サービスに対するニーズも急増し、タクシー等による輸送サービスを補完するものとして、ますますその重要性が高まっていくものと考えられています。こうした状況を踏まえ、NPO 法人等による福祉優勝運送がより一層安全安心な輸送サービスとして提供されるよう平成18年10月に施行された改正道路運送法により新たに登録制度として法律上の位置づけが明確化され、おおむねタクシー料金の半額以下でご利用いただいております。本市においては福祉優勝運送を希望される NPO 法人等の団体の申し込みについては、公募を行った上で、橋本市を営業区域に含むタクシー事業者、福祉優勝運送の利用が想定される各団体の代表者、近畿運輸局、和歌山支局、NPO 法人の代表者の方々等で組織する橋本市福祉優勝運送運営協議会において、審査運用基準に基づき、運送主体、運送の対象者、運送の区域、使用車両、運転者等々について協議し、協議が整えば、国土交通大臣に登録申請及び更新登録申請を提出することとなっています。
2点目の実施団体数については、平成25年2月末現在、8団体です。3点目の利用されている方の人数でございますが、8団体の有償運送団体へ登録されている方は合計335名の方々です。4点目の実施団体に対する支援については、有償運送の運転者の要件として、第2種免許を受けている方、または国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習等を修了された方となっていることから、市において福祉有償運送運転者講習会を実施していますので、議員のご理解をお願いいたします。5番森下君、再質問ありますか。はい、以上5番。はい、5番森下君。はい、ご答弁ありがとうございます。ご説明ありましたように、一人で外出することが困難な方、特にですね、一般の方はこれはご利用できないということで、会員にならなければこれを利用することはできないということです。しかしながら、家族の方に送迎をしていただくとかいうのが理想ではあるんですけれども、そういうこともできない方、また介護保険が使える方でしたら介護タクシーも使えますし、金銭的に余裕がある方でしたら一般のタクシーも使えるんですけれども、そういうこともすべてですね、当てはまらない方のセーフティーネットとしてこの福祉有償運送、福祉有償運送というのがあると思います。この質問をするにあたりまして、私もいろいろデータをいただきましてですね、調べてみたんですが、5年前の平成20年1月から平成24年12月のデータがあります。平成20年1月の人口はですね、6万9901人ですが、平成24年12月は6万6862人、3039人の減ということであります。そのうちですね、高齢者数も出ておりまして、高齢者数は1万5068人が5年前です。で、今、平成24年12月のデータは1万6619人、1551人増えておるということになります。で、高齢化率を見てみますと、5年前は 21.81% だったのが、平成24年12月では25.3% です。ですので 25%、橋本市のですね、約4人に1人が高齢者であるということであります。そのうちですね、そのうちといいますか、その他のデータも出てありましてですね、要支援要介護者の認定者数というのも、調べていただきましてですね、5年前は3447人であったのが、平成24年ですね、12月では4121人、674人の方が新たに増えていると、要支援・要介護者の認定者数が増えていると、ですので、平均しますと、毎年130人の方が認定されているということになります。そのうちの要支援1、2の方はですね、5年前848人だったのが、平成24年12月では1163人、315人増えているということになります。しかしながら、福祉有償運送実施団体は、7団体で、5年前7団体であったと思いますが、今現在は8団体ということでありました。このやはり団体が増えないというのは、利用者のニーズがないからだというふうに思われますでしょうか。その辺いかがでしょうか。文化部首長。先ほどから議員がお答えいただきました人口の減少する一方の中で、高齢者が増えている、さらに要支援要介護者の人数が増えていっているという状況の中では、答弁の中でも言わせていただきましたけれども、今後のニーズっていうんですか、その需要はどんどん増えていくということかと思います。
5番森下君。はい、ありがとうございます。はい、私もニーズは増えてくると思いますし、実際にですね、これをこの、福祉有償運送をですね、利用したいという方からの、ご相談も受けたこともありますし、反対にこの事業をやりたいという方からのご相談も受けたことがあります。しかしながら、やはりなぜ増えないのかと、一つの問題がですね、やはり1回のサービスにどれだけの収入を得られるかということであると思いますが、これもデータをいただいておるんですが、どれだけの距離を走り、どれだけの収入を1回のサービスで得られるかということなんですが、8団体の平均がですね、1回サービスをするのに距離的に 7.2 キロです。で、収入は610円ということであります。610円の、輸送サービスをしているということになるんですね。ですね、先ほども部長からもありましたように、料金設定はですね、この各事業者は決めてますが、大体タクシー料金の半額というふうに、目安とされております。タクシー会社もですね、今、結構大変な事業をされていると思いますけれども、そのさらに半額ということでありまして、やはりこれを運営していくというのはですね、営利を目的としない NPO 法人とかが中心ですけれども、赤字を出してまでやはり運営をしてもらえないんじゃないかなというふうにも思います。果たしてこれ、人件費まで出てるのかどうか、はっきり言ってここまでの収入であれば、人件費はほとんど出ておらないような状況じゃないかなというふうにも思います。ですので、このまま本当に、この業者さんがですね、本当に団体がもう運営をできない、撤退するというふうなことになりまして、これを代わりに行政がやるということになればですね、今までの何十倍、何百倍という人と費用がかかるというふうにも考えられます。ですので、やはりここはですね、市としても何らかの支援策が必要じゃないかというふうにも思います。岡山県の倉敷市ではですね、法人市民税均等割相当額を上限として輸送実績に応じた補助金を支給しております。ですので、法人税のいわゆるその上限分を、上限として実施されているということなんですね。三重県の伊賀市でも、同じような形で補助金を支給をされております。ですので、先ほどありましたように、講習会の実施はこれは無料でやっていただいていると思うんですけれども、その運送の実績に応じた補助金、特に赤字にならないような、そういうふうな、相当額のですね、補助というのはできないものでしょうか。健康福祉部長。はい、8団体、実施団体があるわけでございますけれども、8団体の状況、経営状況を調べてみますと、全体的な流れでは、全体の傾向といたしましては、輸送回数、それから走行距離ともですね、横ばいもしくは減少傾向にあるというのが実情でございます。で、実施団体8団体中、6団体は、介護施設、それから障害者施設など他の事業を実施しながら福祉有償運送を運営してございます。それぞれの経営状況を見てみますと、8団体の1回あたりの平均収入を下回っているのが4団体、先ほど議員の方も平均収入で610円ということでお話しあったわけですけれども、その610円を下回っているのが4団体、それからその4団体につきましては、すべて介護施設や障害者施設など他の事業も実施しながら、福祉有償運送を運営している団体でございます。それから市として何らかの経営支援が必要でないかということでございますけれども、今後、その高齢社会がどんどん超高齢社会ということになっていくわけでございますけれども、その福祉有償運送の必要性というのは、私どもも十分認識しておりますし、
それから、経営支援の必要性っていうんですか、それも十分理解はできるんですけれども、先ほども言いました通り、実施団体には介護施設や障害者施設など他の事業と事業を運営しながら、福祉有償運送を運営している団体、それから福祉有償運送を主として運営している団体などさまざまな形態があるわけでございまして、すべてのその団体に経営支援するということになりますと、また一部の団体だけでも経営支援するということになりましてでも、それぞれ公平性を欠くことになりかねないという事情もございます。つまり福祉有償運送が赤字であってでも、その介護施設等の運営も含めて、トータル的な運営コストの中では、十分運営していけるんではないかというように考えている次第です。ただ先ほどから2団体については福祉有償運送を主としてやっている団体でございますけれども、その2団体だけに補助金を支出するということも公平性を欠くということになります。で、従いまして慎重にその経営支援するに従って慎重に検討を必要ということが言えると思います。それから、運送対価ですけれども、タクシーの上限運賃のおおむね2分の1という範囲内でやっておりまして、現代のそのガソリンの単価の価格の上昇をいろいろ考慮しますと、2分の1の範囲内においてその運営協議会の承認も得て、それから利用者の過度の負担とならない範囲では若干運送対価を値上げしていってもいいんじゃないかとかように思っております。それから他府県の状況を見ますと、三重県、それから京都府などとの府県レベルの中で福祉有償運送に対して補助金を出すという自治体がございます。従いまして私ども、和歌山県にはそういうその補助金がございませんので、今後福祉有償運送の車購入ですとか、それから買い替えとか、そういう時に必要な経費については、できれば県の方で、補助金制度を創設していただけるよう、強く要望もしていきたいなと、考えているところでございます。5番森下君。はい、ありがとうございます。先ほどそうですね、三重県京都府のこともおっしゃっていただきました。本当にこれはもう市単独ではなかなか難しいことだと思いますし、すぐにできるものでもないとは私も考えておりますが、しかしながらやはりこの事業は重要であるということには変わりないということですので、しっかりここはですね、県の方にも、我々もやはり訴えさせていただいてですね、しっかり県としても補助金を出していただいて、市としても補助をすると。8団体のうち6団体は他の事業で収益を得ているのでということでもありましたけれども、じゃあ本当にもうあと2団体で他はもう増えなくていいんですかということになってしまうと思いますので、そういうわけではないというふうに思いますし、ニーズもどんどんこれから増えていくというふうにも思います。特にですね、この事業が増えなくて今多分待っている方もいるかも分かりませんが、こういう方々が特に利用されるのは養子縁とかですね、まだ比較的軽い方が利用される、介護とかですね、軽い方が利用されるとは思うんですけども、こういう方々が利用できなくて外に出ることができなかったらですね、だんだんその運動能力というのもだんだん衰えてはまいりますし、さらにこう介護度が進んでいくということにもなります。そうなれば市としての介護の、負担も増えてくるということにもなります。ですのでこれは福祉有償運送だけを考えるのらしいですね、介護予防という点から大きく考えていただいて、これも一つの介護予防の一つなんだというふうに考えていただければですね、このあたりもう少し支援が必要じゃないかというふうにも思います。先ほども言いましたように大変収益を上げる事業ではないというふうにも思います。
しかしながら必要とされておるということになります。需要も供給もあるということでありますが、ただしやはりそれに対する運営費がないということでもありますので、このあたりもしっかり解消していくためにも、やはり行政も支援していただきたいというふうにも思います。まあ、やりたいという方はいるんじゃないかなと思います。特に団塊の世代と言われる方ですね、これからどんどん引退をされますが、まだまだ元気で働けるという方も増えてくると思いますし、そういう方々がですね、もう、まあ、お金もですね、まあ、時間もあるんだけども、何かをやりたいという方もいらっしゃると思います。そういう方々にとっては、この福祉有償運送はですね、すごくいい事業だというふうに思います。その方々がやっていただければですね、本当に人のため、今までは本当に会社のためだったかも分かりませんが、人のためにしっかり働けるという、そういった、まあ、生きがいといいますか、働きがいのある、そういうふうな事業になるんじゃないかなというふうに思います。ですので、もう先ほど言いましたように、介護予防という大きな観点からですね、この辺もしっかり私たちも、県の方にも訴えてですね、まあ、市としても、まあ、この辺、いろいろな支援策を考えていただいて、ぜひともこの実施団体が増えてですね、利用者もどんどん、利用できるようなそういうふうな、施策をお願いしたいというふうに思いまして、要望しまして私の2つ目の、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。5番森下君の一般質問終わりました。この際4時まで休憩いたします。4時まで、はい、小林君か、早いな、タルさんまで行くかからな、タルさんどうやろう、タルさん早かったな、どうぞ。
次長おるやどうとなってからね。休憩で引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番7、19番小林君。19番小林君。よろしくお願いします。議長のお許しをいただきましたので通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まずはじめにこのところ頻繁に起こっている国内外における悲惨な事故事件で犠牲になられた皆様に心よりお悔やみを申し上げます。私の質問は大きく3点であります。まず1点目、近畿においてもたくさんの自治体において助成されている雨水タンクの設置についてであります。市民も雨水タンクって何に役立つものなのか、分かりにくいので少し説明させていただきます。まず地震や災害発生時の断水が起こったとき、日頃から雨水をためておける庭に設置するタイプのタンクのことであります。200リットルくらいから500リットルあたりが家庭用では主流と思われますが、断水した時の防災グッズとして、また夏の雨の少ない時期の庭の花や植木に対しての水やり、また車の洗車に利用しますと上下下水道金節約、また道路への打ち水として量を得る効果、またゆっくりと地下に雨水を戻す効果、地面のコンクリート舗装化を一因とする都市型の洪水対策として一時的に貯水できる保水効果もありますので質問させていただきます。1、橋本市として雨水タンク設置に対しての考え方はどうですか。2、住宅街においてたくさんの雨水タンクを設置していただければ棚田のような保水効果があると思われますがどうですか。3、災害時において上下水道がストップした時のいろいろな用途に使えるのではないですか。4、下水道に接続した場合に不要となる高いお金を出して作った合併浄化槽の雨水タンクとしての再利用に対しての助成金を出すことのお考えはありませんか。大きく2点目ですが、橋本市の観光名所の宣伝についてであります。1、国道24号線を奈良の県境から橋本方面に向かって車で走ったときに地元に住んでいる人でさえどこにどのような観光名所があるのか分かりにくいが、看板等の設置をしていただきたいが、橋本氏としての意見をお聞きしたい。2番、軽和な和道も整備されておる中で、ドライブに来られた方、また観光バスで来られた方々を、どのようにして橋本インターで降りていただいて、高野山方面に行かれる通過点だけにはならないようなことは考えていただいているのか。3番、もうすぐ、和歌山国体があり、全国から関係者が来られるが、橋本氏が思い出に残るような、また感動できる日本一のものを作っていただきたいがどうか。3点目ですが、廃墟となっている保育所建屋の早期処分についてであります。1、市の管内にお聞きしたところ、建屋付きの売却とのことですが、何年も売れずに
放置することは周辺住民にとって大変危険な思いをしていると思うが、どのようにお考えか。2、最悪火災、犯罪等が起こってからでは遅いと思われるが、お考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。19番小林君の質問項目1、雨水タンク設置に対する女性に関する質問に対する答弁を求めます。市民部長。雨水タンク設置に対しての女性についてお答えします。はじめに雨水タンク設置に対する考えについてお答えします。集中豪雨時に一時的に雨水を受け止め、徐々に放流させることにより、降雨による水路や河川の急激な増水を軽減される効果があると考えます。次に、住宅街にたくさんの雨水タンクを設置することによる棚田のような保水効果についてお答えします。特に住宅地においては、宅地内に降った雨水は流出係数が高く、水路等への到達時間も早いことから、より効果的であると考えられます。次に、災害時において上水道がストップした時の用途に使えるのではないかについてお答えします。災害時における水の確保は重要なことは言うまでもありません。万一上水道がストップした場合に、日頃から雨水を貯めておき、使用することは非常時の水を確保する手段の一つとして考えられるところです。ただし、タンク等の場所や通常時の管理手法等による水の腐敗や衛生面などの弊害もあり、導入については今後研究を重ねたいと考えます。次に、下水道に接続した場合に不要となる合併浄化槽の雨水タンクとしての再利用に対する助成金についてお答えします。公共下水道に接続することによって不要となる合併浄化槽を雨水貯留施設に転用することで、浄化槽の再利用並びに水資源の有効利用を図ることを目的として、現在近畿圏内で7つの自治体が補助事業を実施しています。実施している自治体に確認したところ、年に2、3件の申請がある程度で、利用者は少ないとのことでありました。和歌山県下では、現在実施している自治体はありませんが、今後、市民のニーズや他市の状況等を踏まえて、調査研究してまいりたいと考えていますので、ご理解賜りますようお願いします。19番小林君、再質問ありますか。19番小林君。この件に関しましては、再質問ではないんですけども、この前に自主防災というのをさせていただいたんですけども、橋本市 の、 水っちゅうのは避難拠点の方へ、何本か置いていただいていると思うんですが、やっぱりその飲む水をは確保できても、その災害時上水道が止まった場合に、相当数のトン数の水というのは行ってくると思うんで、特に避難拠点に対して の、 水対策として、大型の水タンクは、これは多分僕はしておいた方がいいんじゃないかと思います。それと合併槽の再利用もそうなんですけど、やっぱりいざ水がストップしたときに、ようやく水のありがたみって多分分かると思うので、和歌山県ではこの助成金というのが、どこ の、 ところも出てないので、あれですけども、いっぺん和歌山県で初めての、
あのケースとして何件かに応募していただいて、そのつけていただき、まあ、効果を逆にアンケートでいただくというような形にしたらいいかと思います。まあ、あのこれであの一番の方の質問を終わらせてもらいます。次に質問項目に観光名所の宣伝に関する質問に対する答弁を求めます。経済部長。橋本市の観光名所の宣伝についてお答えします。まず看板等の設置についてですが、現在橋本市では図案化した総合的な観光案内板を橋本駅前や市役所前等に設置しています。しかし国道24号線などの幹線道路から観光スポットに誘導する案内標識や観光案内板は須田八幡神社、自称五国寺などの案内板が若干あるものの、多くは設置されていないのが現状です。これは道路管理者による厳しい基準に適用した案内標識を本市や観光スポットの施設管理者の負担により設置することが費用面等で極めて難しいことが理由の一つとして挙げられます。また観光スポット周辺の案内板についても十分整備されている状況とは言えません。今後 JR のディスティネーションキャンペーンや国体高野山開祖1200年記念大放映を控え、本市を訪れる観光客に観光施設の情報を PR するとともに、アクセスの利便性の向上を目的として幹線道路から観光スポットまで誘導していく案内標識の整備を検討してまいりたいと考えております。ただし国道県道を主とする幹線道路における案内標識の設置については多額の費用が見込まれることから、国体啓発や世界遺産登録10周年記念事業などさまざまな観光支援事業に絡め、道路管理者直轄事業もしくは充当率の高い補助金支援事業として設置できるよう積極的に働きかけ実施につなげていきたいと考えています。また観光スポット周辺の案内板については3月議会でご審議いただく平成25年度予算案において、本市の観光資源の調査に関する事業予算案を計上させていただいており、その事業の中で観光スポットにおける簡易な誘導板を設置したいと考えています。なお設置場所の選定表示内容については、観光施設の管理者や地元住民の皆様と協議し、観光客を迷わず目的地へ誘導できるよう精査してまいります。また設置場所の地権者確認や専用許可といった課題もあることから、地元住民等との共同により円滑に事業を推進できるよう努めてまいります。次に本市に、来訪される観光客の滞在時間の延長についてですが、市内には本市が所有する宿り温泉癒しの湯をはじめ、温泉のある宿泊施設が3カ所、その他宿泊施設が3カ所あります。また、本年中にビジネスホテルの建築再開も予定しています。大阪府と奈良県に接する本市の立地を生かし、高野山や吉野山といった世界遺産観光の拠点として橋本市を位置づけ、そこから観光施設へ向かう動線整備に心がけてまいります。平成27年の高野山開祖1200年記念大放映を一つの目処として、本市に滞在する観光客を増やすことができるよう施策を展開していきたいと考えています。また市内の食や紀州へらだおをはじめとする特産品を観光資源として PR することで、市内への誘客に向けた取り組みも強化していきます。本市が観光客にとって単なる動線上の通過点とならないよう、本市の魅力を積極的に情報発信し、観光客の滞在時間の延長に努めてまいります。理事、
第70回国民体育大会については、昨年の7月11日に開催された日本体育協会理事会において、平成27年度に和歌山県で開催が正式決定されました、での開催が正式決定されました。それを受け、本市においても一昨年に発足した準備委員会組織を実行委員会組織へと改組を行ったところです。今後、より実務的な作業を進めるための組織として、4つの専門委員会を本年度中に、また町内推進会議および大会実施本部を平成25年度中に設置する予定です。これらの組織では、各分野において、本市の風土に合った独自性のある市民総参加による、心のこもったおもてなしなどができる計画を考えています。また、この国体を機に、来市される選手、監督、役員および一般、観覧者の方々に、本市の、文化、産業および観光名所を広く PR をし、国体が終了しても、もう一度橋本市に行ってみたいと思っていただけるようなイベントにできればと思っています。今後、各専門的分野で各種計画を作成することになりますが、議員の皆様も実行委員としてご意見、ご提案をいただきたく、よろしくお願いします。19番、小林君、再質問ありますか。19番、小林君。ご答弁ありがとうございました。ですね、再質問は、当議会の、市長の開会のご挨拶にもありましたけれども、紀州平蔵が、経済産業省の伝統工芸品の指定審査を通過したとの報告でありましたが、地元の議員として大変嬉しいことであります。これを機に、清水地内の隠れ谷池周辺がさらに注目されることを願って、再質問いたします。指定の要件と産業支援メニューおよび今後の計画はどのように想定されているか、また教えていただきたいです。よろしくお願いします。経済部長。はい、ただいまご質問の伝統工芸の関係でございます。伝統的工芸品の産業の振興に関する法律、俗に言う伝産法というわけでございますけれども、その第2条に指定の要件が規定されてございます。かなり厳しい内容になってございまして、まず1つ目が、手工業による伝統的技法により製造されたものということになってございます。いわゆる100年以上続いた工芸品でないとダメですよというのが、この規定になってこようかなというふうに思ってございます。それと2つ目が、使用された原材料が主たる原材料として製造されたものという規定でございます。また3つ目が、一定の地域において少なくない人数のものが製造を行い、または製造に従事しているものということで、ある一定のそれに関わったものが人員が確保されておって、そこでそのある一定の地域に集約されておるというのが要件、この3つが一つの指定の要件になろうかなというふうに思ってございます。指定がされましたら、紀州平田をですんで、青函組合等が実施する事業、そういったものに、国が補助をしていただけるということによって、地域の産業を活性化する、あるいはまた地域経済全体が発展していくというような目的での事業になってございます。これが指定されましたら、地域振興計画というものを出していく予定をしてございます。その中には、これも5つほどの事業がございまして、その事業の中に当てはまった事業について、国が3分の2ぐらいの補助を、3分の2以内ですか、の補助を行っていくというものでございます。1つ目は後継者の育成、
あるいはまた技術の記録収集、あるいはまた保存といった事業、それと原材料の確保を行う事業、また需要開拓事業、そして衣装開発事業という、まあ、この5つの事業があるわけでございまして、その事業に基づいて、まあ、地域振興計画を立てていくということでございます。特に、4つ目の事業開拓事業ということでございますけれども、まあ、これについては紀州平沢の普及啓発、あるいはまた販路開拓というのが主な事業でございます。また展示会も当然必要になろうかなというふうに思ってございまして、そういった事業はこの計画書の中で具体化していけるものというふうに考えてございます。まあ、25年度が地域、まあ、地域でいいんですか、振興計画ですね、振興計画を作成する年度になってございまして、実際実施できるのは26年度からというような形を想定しておるところでございますので、まあ、よろしくお願いしたいと思います。19番小林君。はい、ありがとうございました。まあ、伝統工芸品ということのことも今よく分かりました。まあ、100年以上、まあ、ないと、まあ、なかなかそういう指定もいただけないというのもよく分かりました。橋本氏には何時でしょう、知っとる方でもついたてに組子大工で素晴らしい景色を作られる職人である方とか、まあ、小屋口なんかも多分私は小屋口ので長いこと住んだりもしてましたけれども、日本一 の、 その技術を持っているような方もたくさんいらっしゃると思うんです。そんなもどんどんと橋本氏は全国に発信していただきたいと思います。でまた、次の質問でございますけれども、通過点にならない観光振興は、まあ、ほぼ本当分かりました。再度観光振興に対する取り組みの熱意のほどをお聞かせください。よろしくお願いします。経済部長。はい、まあ、1回目の答弁でも通過点にならない観光振興ということでもご答弁させていただいたところでございますけれども、担当する部署といたしまして、平成25年度からが約3年間が観光振興の、まあ、核になる 年度3年間続いていくんだというふうな認識に立っておるところでございます。まあ、ご承知のとおり平成25年度からは伊勢神宮の式年遷宮というものがございます。まあ、それに合わせて、和歌山県の方に誘客していこうというキャンペーンも張っていく予定をしてございます。また昨年11月ですか、これは、まあ、和歌山県と連携しての取り組みでございますけれども、そろそろ和歌山行ってみようというようなキャンペーンも行ってございます。また世界遺産関連って言えるかどうか分かりませんけれども、高野七口、まあ、黒子道も含んででございますけれども、25年度からまたスタンプラリーというような計画も県と一緒に考えていきたいなというようなことも想定している年度になろうかというふうに思います。また平成26年度につきましては、これは JR が主体的に動くわけでございますけれども、県市とともにディスティネーションキャンペーンという形で世界遺産の10周年記念事業とを契機にしたいろんなイベントをやっていこうということで行っているのが平成26年度でございます。また27年度につきましては、本日何人かの議員からもご質問がございました紀伊国和歌山国体の本番でございまして、それに向けても誘客ということもやって取り組まざるを得ないというような状況でございます。まあ、合わせて平成27年は高野山改装の1200年記念事業でございますので、そういったこともイベントがたくさんあるわけでございます。まあ、全体的なイベント、まあ、少し細かくなってしまいましたけれども、まあ、観光客を橋本市に誘客するというのは まず基本的には接客が第一かなというふうに思ってございます。やはりおもてなしの精神が一番大事かなというふうに思います。まあ、橋本市での施設を見ていただくということもございますけれども、橋本市での思い出、あるいはまた橋本市での対応の笑顔というものを
持って帰っていただいて、そしてリピーターとして橋本にまた来ていただくというのをやっぱり考えていく必要があるのかなというふうに思ってございます。橋本市へ行って高野山へ行くと、まあ高野山ありきの橋本市ではなしに、橋本が主体になった観光地ついでに高野山に行こうかというぐらいの姿勢が持てたらいいなというような意気込みだけは持っていく必要があるのかなと、あくまでも意気込みでございます。そういったことでよろしくお願いいたします。はい、先ほど、まあ、国体等でいろんなイベントを言いましたけれども、取り組まざるを得ないということでございますけれども、これは、まあ、取り組んでいくという主体的な意見というふうに取っていただきたいというふうに思います。以上です。19番小林君。はい、ありがとうございました。まあ、これは3番目 の僕は質問はちょっと自分でちょっと文を間違えたので、国体に向けて日本一の門を作るっていうんじゃなしに、これは質問じゃなし、答弁いりませんけども、橋本氏にとにかくその日本一のものもあるんやでっていうものを、まあ、作っていただきたい。まあ、今回で伝統工芸のヘラブラザオさんの職人さんが、まあ、日本一いらっしゃる、日本一の大会もここでされるんですけども、それ一個作ることだけで橋本氏へ来て写真撮りたいんでっていうようなものを本当に考えていかないと、橋本氏はさ、今はまあ企業誘致で一生懸命頑張ってくれておりますけれど、その本当に観光で一回橋本氏の名前を打ってみようよというようなことをやっていただきたいというのが今回の質問の趣旨でありまして、まあ、市の職員さんとも、市会議員もそうですし、協力してくれる団体の皆さんで、ほんま日本一の門を一回作れたらと思って質問させていただきました。はい、これでこの質問終わります。質問、次に質問項目3、保育所建屋の早期処分に関する質問に対する答弁を求めます。総務長。議員お田田氏の廃墟となっている保育所建屋の早期処分についてお答えをいたします。廃園となった保育園につきましては、財源確保の観点から地元等と協議の上、売却できるものから売却を進めており、すでに売却した物件もございます。議員ご指摘の例えば元高野口保育園の園舎部分につきましては、平成22年度より売却すべく事務を進めてまいりましたが、その後平成22年度および平成23年度に払い下げの打診があり、建屋付きで払い下げの交渉を進めてまいりましたが、不調に終わりましたので、今年4月に広報等で一般競争入札の公募をする計画でございます。フェンスの設置等はしておりますが、結果的に園舎を設置することとなり、園舎を放置することとなり、周辺住民の皆様の不安を招く結果となりましたことは申し訳なく思っております。なお今回の入札で公募した結果、応募者がない場合はより厳重なフェンスを設置する等の対処を検討していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。19番小林君、再質問ありますか。以上、19番小林君。はい、ありがとうございました。それ公募したら確実に売れるという気持ちで待っておったらよろしいんでしょうかね、住民さんは。総務長。まあ、これにつきましては公募でございますので、今の時点で何とも申し上げられないということでございますが、まあ、過去に払い下げの打診もあったわけでございますので、市といたしましては売却できることを期待しております。ただし、まあ、先ほども申し上げましたように、必ず売却できるとは限らないということもございますので、長期にわたって売却ができないというようなことになる見込みが確実性が高いということになりましたら、対応をも、より一層の対応を考えてまいりたいと考えます。は
はい、19番小林君。はい、ありがとうございます。そしたら一回公募していただいて、売れたら僕はええと思うんです。で、もし売れなかった場合にね、建屋潰されたらどうなんですか。もうもしね、万が一ほんまにここにも言わせていただいてありますけれども、その火事または犯罪がその敷地内で起こられた場合に、責任の所在はどこにあるかってなると、やっぱり市が問われるんじゃないかなと思うので、もし売れれへんだ場合はもう建屋は潰すんだよっていう考えでいていただいたら、住民さんで平地にして平地にしといた子供らそこで遊べると思うんですよ。僕は慌てて恨んでもええと思うんです。実際言うたら子供ってその話ずれていくのか分からんけども、やっぱり小学校の校庭は あの辺やったら小学校の校庭近くにあると思うんですけども、この昔は僕たち子供の時は何て言うんでしょう、夕暮れまで学校で遊んでても先生、まず5時頃になったら帰れとは言うけど、それまでは十分遊ばしてくれてしましたけど、この頃もすぐ帰る用意して帰ると思うんです、家の方へね。で近くでそういう空き地があって、また売れるまでちょっとしたサッカーゴールなんかでも置いてあげたら遊べるスペースで僕はええんじゃないかな。それで売り地としてはアピールしたらええ、フェンスで別に囲む必要はないし、そこでもうここの広場で遊んでて怪我するのはもう自分の責任だよっていうのを看板上げといて、近所の子が遊ぶ場所にしてあげて、売り地ですよっていうアピールもしたら、同時にしたらどうなのかなと思うんですけども、どうでしょうか。総務省。一応入札につきましては、どういう形になるかという引き上げがあるかどうか、それで結果的に入札されないというような結果の場合もございますので、その辺も含めてちょっと結果を見なければ何とも言えないところもございます。ただし長期にわたって放置というわけにはいきませんので、最終的には取り壊しということも最悪の場合考える必要があるかとは考えますが、かなり取り壊しの費用というのがかかりますので、今度逆に取り壊しの費用も含めた形での更地の売却ということになりますと、なおさら売却が若干しにくくなるという点もございますので、議員ご指摘のご意見については、十分考慮させていただきまして、そういうことも含めて、今後の見通しに沿って、考えてまいりたいと考えます。議長、19番小林君。再質問っていうか、とにかく私自身と、その周辺住民の方にお聞きした意見とすれば、即刻それ建屋っていうのは撤去していただきたいなっていう、その売るの待ってよとか、それ住民周辺住民の方っていうのは、それを売るのは建屋ついて売るんだよって、それをこれから公募して募集しますっていうようなことのお知らせっていうのは、子供園ができて、もう子供のいない園舎に関して、そういう住民、近くの住民さんで結構ですけど、そんな市電台知らんでもかまないと思うんですけど、近くの班の方とかは知られてるのか、ちょっとお聞きしたいです。総務省。ちょっと現時点でどうこういう形でということを広く知らせてあるかというご質問でしたら、そういうことまではできてないというのが現状かと思いますが、当初廃園になった時点で利用計画も含めまして地元の方と協議をさせていただいて、ご了解をいただいて売却の方針に至っておるということでございます。はい、19番小林君。はい、すみません、再質問ではございません。ありがとうございました。できるだけ公募をお待ちしますけれども、もう近所住民はもう不安に思っておられますので、ように対処してあげてほしいと思いますので、よろしくお願いします。これにて終わります。すみません、ありがとうございました。
琉球版小林君の一般質問終わりました。順番8、20番樽井君。20番樽井君。はい、一応予定外の出番が来ましたので、さっさと質問をしたいと思います、まず1番目につきましては、和歌山国体における各施設の進捗状況、先ほど同僚議員からもいろいろ経済効果とか競技の PR 等がご質問があっております。まず私はこの各施設の進捗について、特に屋外競技のサッカーソフトボール会場の施設計画並びに仮設施設のスタンドフェンス等の計画を今現在で分かっておりましたら、具体的に質問して、具体的に説明を願いたいと思います。第2点目の駐車場対策につきましては、今、橋本市で行う各競技場の駐車場の確保については、どういうように考えておるのか、また確保できない場合については、どのような計画で、一般客を各会場に誘導するのかという、この2点であります。あとは、また再質問の中で、細かい内容についてはお聞きしたいと思います。20番樽井君の和歌山国体における各施設の進捗状況に関する質問に対する答弁を求めます。理事。2年後の橋本市における和歌山国体各施設の進捗状況についてのご質問にお答えします。はじめに各競技の施設内容についてですが、サッカー競技会場の橋本市運動公園多目的グラウンド関係については、ピッチ内にあるスプリンクラー等の移設を行う予定で、平成25年6月中に完成予定となっています。またウォーミングアップ屋上を建設予定していましたが、県サッカー協会と協議をした行った結果、グラウンドの空きスペースで対応できる見通しですが、決定に至っていません。万が一対応できない場合は、平成26年度で対処する予定です。次にソフトボール競技会場の南馬場緑地広場関係ですが、会場内への乗り入れ道路建設については平成25年7月中に完成予定となっており、駐車場およびグラウンド整備については平成26年度および平成27年度の滑水期、これは10月15日から翌6月15日までですが、この間に予定をしています。続きまして、バレーボール競技会場の県立橋本体育館、紀北工業高等高校体育館ですが、施設的には整備の必要はないと考えています。次に各競技会場の大会運営施設の配置計画については、現在作業中で平成25年3月中に完成予定です。この配置設計に基づき、競技用備品および施設、また運営用備品および施設については仮設対応とし、リースで計上したいと考えています。次に2点目の駐車場対策についてですが、ソフトボール競技会場の南馬場緑地広場には選手監督も含め期間中1万1000人が来場する見込みで、日当たり最大約4000人の来場者を見込んでいます。現代の駐車可能台数が200台、乗り入れ
が完成し、河川敷を駐車場とすると500台、合わせて700台の駐車場が可能になりますが、若干不足も懸念されるため、この緑地広場も考えているところです。この広場の駐車場可能台数は250台で、南場緑地広場までは、シャトルバスの運行を考えています。続きまして、サッカー競技およびバレーボール競技が開催される、運動公園会場ですが、競技が重なる状況もあり、期間中2万4000人が来場する見込みで、1日あたり最大で約8200人が来場を見込んでいます。しかしながら、橋本市運動公園内の駐車場可能台数が780台ということもあり、約700台分不足となります。それを補うため、橋本市民病院の西隣の南海電鉄用地を借用し、駐車場用地として約650台、合わせて1430台分での対応を考えています。なお、借用地から運動公園までは、シャトルバスの運行を考えています。また、もう一箇所のバレーボール競技場、岐阜工業高校については、期間中、1万3000人が来場する見込みで、1日あたり最大で約5700人の来場者を見込んでいます。岐阜工業高校の駐車可能台数が40台、この緑地広場で250台、さらに南馬場緑地広場駐車場に700台と合わせ990台分での対応を考えています。南馬場緑地広場駐車場はソフトボール競技場会場となっていますが、ソフトボール競技とバレーボール競技の日程は重複開催することはございません。南馬場緑地広場から岐阜工業高校まではシャトルバスの運行を考えています。以上でございます。20番たるい君、再質問ありますか。20番たるい君、はい。まず一つ目の特に、まあ、リース関係なんですけども、おそらくこの仮設材をリースでする場合に県から補助金が何かしかあると思うんですけども、それと今言うとるサッカー場の一部スプリンクラーのところを整備するとか、またソフトボールのグラウンドの整備等につきまして、それともう一点、シャトルバス、それもすみません、駐車場で行きます。それについては、県の補助があるんかどうかをお伺いいたします。理事。今のところ、県から正式な、補助率ということではございませんけれども、感触、それから過去の山口国体、岐阜国体の、状況を勘案しまして、協議しているところですが、リース関係はリハーサル大会で、2分の1、県が2分の1、市が2分の1ということになっています。本大会におきましては、県が3分の2の補助で、残り3分の1が市ということになってございます。ただ、永久施設、スプリンクラーの施設なんかもそうでございますけれども、最終的に、国体が終わっても残る施設については、市独自でやっていかなければなりません。もう一つ、体育館、橋本体育館と、岐阜工業高校の備品についても、それから言いましたら、県が3分の2で、市が3分の1持たなければいけないと。いうことになります。以上でございます。それと駐車場ですか、駐車場の、シャトルバスの費用、それから駐車場整備費用につきましては、現在、協議中ということで、見積もりは出させていただいておりますということで、県の方はかなり、橋本市の額が大きいので、慎重に。理事、再質問してないんで、駐車場は。シャトルバスの費用。
駐車場の費用の補助金ですね、その補助率についてはまだ現在決まっていません、協議中でございます。20番樽井君。はい、一応リースでは、プレでは2分の1、本大会では3分の2というところで、一つ例にとりますと、特にソフトボール会場の外野フェンス、フィールド内のフェンスなんですけども、これは高さが 1.2 メーターということで、異常ということで決まっております。その中で、今単純に計算しますと、おそらく以前、白国大の推進室の中で聞いた話ですけども、そういったフェンスのリース代というのは、メーター当たり5000円いるとっていうのは若干聞いたことあります。でこれがその本プレート本大会で2回使うとっていうことですのでね、これが2回使うということはメーター1万円単純にかかると。だそれをもし買い取った場合に、新品が変わって定価的には3万ぐらいすると思うんですけども、それがひょっとしたら1万2000円程度で買えるかわからん。そうすればメーター1万2000円で、またそれが後々ソフトボールの協会としては毎年近畿大会等は行えておりますのでね、そういった会場でもまた使用できる。ただし今理事の言う通り、県から、そういったリースについては補助があるけども、それがつかないということで、今のところ、そういった県の考えですけども、ぜひ非常にね、これはなんか全日本のソフトボール協会とね、そのリース会社がなんかこんな蹴ったことで語弊悪いですけども、そのリース会社が非常に儲けるっていうか、そんだけの施設を何回使えるんよと、何回引き回しできるんよっていうのがあると思うんですけども、やはり市としてもこの、会場自身が国大終われば何も残らないというのが非常に残念なことであって、今回2面を作るんですけども、たとえ1面でもね、そういった買い取りも検討されてはいかがかなと。と思います。それはまだ答弁いただきたい。その点もう一つは、今回ソフトボール会場、河川敷の、南側緑地でありますので、朝から同僚議員の方から河川の増水等もあると思うんですけども、以前昨年ここが約秒速1200トンで大型浸かる可能性があるということで、質問させていただいたんですけども、もしそういった場合も考えた中でね、その代替の確保というのはまず考えておられておるのか、その2点をお伺いいたします。はい、理事。まずソフトボール会場南側緑地の関係でございますけれども、この場所については、2会場というんですか、2面の、ソフトボールの、グラウンドを想定してございますということで、リハーサル大会と本大会ということで考えさせていただきましたら、リハーサルと本大会ちょっと違うのが、照明設備が本大会だけいるということでございますということで、その条件の中でも条件だけで結果ちょっと言いますと、リハーサル大会もリース、本大会もリースということで、2グラウンド分をでリース料が2271万かかります。これは見積もりでございますので、見積もりというか市の見積もりでございますので誤差があると思いますけども、2271万、それで、リハーサルが2分の1の、本大会が3分の1ということで計算しますと、県が1361万4千円、それから市が909万5千円という方になってきます。それが1会場分だけを、ネットフェンスを購入ということにしますと、その1会場分のフェンス購入費が518万4千円ほどかかります。それで、あと残りの1、それによって、リハーサル大会もそのネットフェンス分だけが、リース必要ないと
ということと、本大会でも必要ないということをトータルしまして、購入は市が買うということで、積算しますと、購入も含めまして2会場分で2257万3千円、そのうち県の持ち分が流出量が減ってきますので1048万8千円、それから市の持ち分が1208万5千円ですか、ということで、全部を、リース購入、1会場分リース購入により、全部がリースするよりも、県が312万6千円が減額、少なくなると、県の負担が、その代わり、市が買わなきゃいけないので、市が298万9千円ということで、約300万の、増額になると、ただ、単独購入しましたら、518万4千円かかりますので、この大会に合わせて購入したら、約300万ということで、200万ほど、安く、できるということになります。その辺も加味した中で、あと、ソフトボール協会さんの方から、実質ちょっと維持会場分、なんとかならんのかなというような、口頭の今、意見もございまして、要望書を出していくんやというような動きがあるようでございます。それにつきましては、その辺の要望、内容も聞かせていただきまして、判断の一つにしたいかなという、していけばなというふうに考えてございます。現段のところ、まだ購入という決定もしていません、リースの方で進んでいる状況です。それと、南川緑地が河川敷ということで、その浸水の、心配はないかということでございますけれども、秋の大会でございますので、ないことはございません。ただ、前回は大滝ダムの許容が開始してなかった状況での、南丸緑地の浸水でございましたということで、その後、1ヶ月後ぐらいから試験探査も しながらしている中で、どれほどの大滝ダムによる、安心度が上がったのかということも、国交省にも聞いてみましても、ちょっと詳しくは言われてございません。そういうことで、そういうことを加味しながら、他の高校のグラウンドなんかをお借りするような形で考えている状況です。ただ、その期間中、高校が、休校の線ない可能性も出てきますので、それについては慎重に進めていきたいなというふうに考えてございます。ということで、南丸緑地、実はそういう状況でございます。20番、タリコン。はい、ありがとうございます。まだその3月中に指定計画、配置計画という段階で、ちょっと込み入った質問して、申し訳ないんですけども、先ほどの、ソフトボールの、ネット変数、総額は2000万かかると思いますけども、実質、一面をくくろうと思ったら約250、60メーターが、ネット変数が必要と思います。それで約300万程度じゃないかなと思うんですけども、そのやはり一部でもね、やはり県がそんな仮設やったら OK よと、市の持ち物はダメよと、それが非常にね、私も納得できないんでね、やはりもっとその県に対して、やはり市としても各自治体と力を合わせてね、こういうことをもっと県に働きかけるべきじゃないかなとは思います。それとソフトボール会場の雨の時といいますと、各学校もあるんですけどね、やはり紀の川グラウンドの方が、ちょっと約間1メーター以上は高いんですよ、南場緑地より、そういったところもね、ある程度視野に入れて今後検討していただきたいとは思います。続いて駐車場対策につきましては、もう一つ台数的にね、大体1日1400台を目安と、されておりますがね、今現在は運動公園では780台ということであるんですけども、これはもう私の勝手なんですけども、今の公園の体育館の西側にですね、
まあ、市の周知があります。まあ、もともとはこういう野球場の計画があったところなんですけども、まあ、そのところをね切り盛りをしてでも、まあ、確保すれば約8000リューベルの土を動かすことになるんですけども、それで約、まあ、300から500台の増設も可能やないかとは思います。そういったその検討もね加味していただいて、おそらくこれがまだまだ市の調整会議等にはかかってない、今の2点についてはかかってないと思うんですけども、やはりあの国体の推進室としてはね、やっぱりいろんな案を出して市の政策に乗せ、また推進委員会なり実行委員会にまあ提案すべきじゃないかと。もし事実ばっかりで行って極端に言うたら、実行委員会がやはり市の財産として何も国体がすれば何でも残らないということじゃダメやと、やはり市としては何か残るようなことをすべきじゃないかと、まあ、そういうご意見が出ればね、市としても本当に考えるんか、いやもうお金がないんでちょっとでも金かけたくないよとということで思われるんか、そこらあたりのご考えどうですか。議長より申し上げます。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長します。はい、理事。はい、理事。まずあの運動公園の南側の一番あの原田尾根大山に、まあ、あの面したところの土地でございますけれども、まあ、あのざっとあの、まあ、簡単な動線しますと300台強の、駐車場はあの完成するのはあの、まあ、あの視野に入れているわけでございますけれども、それが、まあ、あの国体終わった後どれだけ の、まあ、その利用度があるかということと、それから、それによってその病院の、西側にあの設置する、まあ、あのシャトルバスの基地でございますけれども、それ の、 あの軽減につながるかということも含めまして、まあ、大体の事業費も出してございますけれども、あの今後一応もう少し精度の高いところで検討しなければいけないかなというふうに考えてございます。ただ国代だけで使ったときで、あのそれ以上以降はまあ使わないあの広っぱになってしまうということも あってはいけませんので、まあ、あのその後も必要であれば使うようなあの目的が考えられるでしたら、まあ、あの作っていきたいなというふうに考えてございます。それと、まあ、できましたらあの役員とか、大会役員とかあの記者の方とか大会の関係者についてはシャトルバスじゃなしに、まあ運動公園の中の駐車場で利用していただくような考え方でございますけれども、それが、まあその人のためには必要か必要でないかという判断も同時にしていきたいなというふうに考えてございます。同じように、南側のフェンスにつきましても、まあ、陳情の中で、今後もそういうことで必要であると必要でというかな使っていくということがございましたら、やっぱりそれも、まあ、国大終わって何もリースばっかりで何もなかったということのないように、まあ、必要なものについてはこの際ということも、まあ、大政との考えながら、まあ、計画したいなというふうに考えてございますので、その、検討につきましてはこれからの課題でございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいなというふうに考えております。20番たるい君。はい、今理事のことが、まあ、答えに近いんか、非常に灰色っぽいということの解釈ですけども、やはり駐車場についてもね、この前の市民マラソンで約1300人来られて、今の市民マラソンの駐車場の状態というのはほとんど満杯状態です。で、まあ、送り迎えされる方もおって、そこね、それ一つにとってもね、やっぱりあと300台400台ができる土地がありますのでね、でそれが何千万かかるとかっていうもんでもないので、今後のまあイベント等でも十分、対応できるんじゃないか。それと、まあ、最後になりましたけども、やっぱりこういったことをもっと県に発信していただくというのが、ちょっとでもお金をもらうというのが大事ですので、それと最後に一つだけ質問したいと思います。今回、まあ、今現在の
国体の推進室の職員はですね、今バイト職宅も含めて7名ということになっておりますけれども、おそらく今後これからどんどんいろんな計画とまた、プレなり本番が始まりますのでね、こういった7名体制でいけるかどうか、今後増員計画があるのかどうかをお聞きして私の質問を終わりたいと思います。理事、最初に初めの、県にもどんどん、まあ、言っていくべきだというその通りだと思います。今まででも、まあ基本的な宿泊の問題とかかなりありましたので、その辺の方にかなり、体力を割いていたところがございます。これから実行委員会も立ち上がっていく中でも、また実行委員会で欠けていくようなものが下地というんですか、そういうものを作っていかなければいけませんので、そういう補助金の問題、それから県がどこまでしてくれるのかというのを詰めていかなければいけないというふうに考えてございます。これからはどんどん、まあ、今までも言っておりましたけれども、なお一層、まあ、そういうことで紀の川市なり同じような協議をやっているところと連携しながらやっていきたいと思います。それと、体制でございますけれども、現在、まあ橋本氏は7名、生殖食卓理事さん含めて7名でございますけれども、来年度からは、まあ、10名体制にしたいなというふうに考えてございます。まあ、開催年につきましては、まあ、先進地 の岐阜県の山形市なんかは3種目やってまして、それから山口県の宇部市なんかでも3種目やってまして、当該年度は、まあ、13人ということになってございます。そういうことで考えますと、私どもの方も最終的には13人はぐらいは最低必要かなというふうに考えてございますので、そういう動員計画に基づきまして、動員をしていきたいなというふうに考えてございます。以上です。はい、20番樽井君の一般質問終わりました。お分かりいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会し明3月5日午前9時30分から会議を開くことにいたしたいと思います。これに合意ございませんか。合意なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて宴会いたします。皆さんご苦労さんでした。